생아, 너 이때 너 라면 또, すごいな。너 이때 너한테 一歩も引いて打たれなかったんだろ。すごいな。すごい、おめでとうございます。育成から出てきて、ここまでやるのは、すごいお前しかできないことだよ。やったな。もう一回おめでとうだ。おめでとう。この次は何だよ。完全試合か。すごいな、完全試合。最近完全試合したピッチャーいないのよな、お前の。よく牧原が完全男って言われてやってるけど、あれ以来ねえよな。頑張って完全試合やってくれよ。お前のな、実力じゃな、ノーヒットノーランが当たり前だよ。うん、すごいな。何ノーヒットノーランならそうだよ。すげえよな。一歩やるか。変な当たり打たれたんだ。ボテボテの当たりみたいなやつな。今度な、キラカメ様にな、野球教えてくれよ。俺もな、勉強したいんだよ。どんな球投げれるか。頼むよ。俺にな、握り方からな、ボールの握り方から投げ方まで全部教えてくれねえか。秘密の部分はあるだろうけどな、それはちょっと内緒でやるにして、俺基本的にはな、俺の握り方だ、フォークなんか俺手ちっちゃいから握れないんだよ。ちょっとその握り方をね、教えてくれよ。スライダーなんかも投げてみたいしな。ストレートはまあ、まっすぐ投げるから大丈夫な、まっすぐ行くんだけど、ボールの種類やな、こう変化に飛んだ球を投げてみたいよな。ベースの上にこう自由にな、動き回るようなやつな。すごいポッとこう消える魔球みたいなさ、消える魔球がいいな。消える魔球、目の前でパッと消えちゃうらしいよ。消える魔球投げながら、いや絶対頼むよ。俺に教えてくれよな。教えてくれたら俺ご馳走するから、な、頼むよ。一球だけ言う、フォークがフォークだな。消える魔球じゃなくてフォークだな。フォークは本当に目の前でポッと消えちゃうらしいからな。投げてみてえな。この手でな、なんとか訓練すると、ボール持てるかもしんねえからさ。これで、フォークっていけえな。わかった。フォークってな、回転しないらしいんだよ、ボールが。全然回転してないボールがな、スーッと行かないんで、スポンと落ちる。回転してると伸びるんだけど、回転してないから、スーッとバッターの前に来て、スポンとこうやって、一瞬、球が消えちゃうんだよ。すごいボール、考えるやつが、いるよな。巨人の星みたいなやつだよな。大リーグボールみたいな。あれ見てたよ、テレビで。すごいな。すごい。大リーグボール、投げたい。フォークを投げたいな。ぜひ、フォークを教えてください。すごい球を教えてください。隠し球で結構ですから、隠し球で。みんなが見たことないようなやつ。な、俺に、そっと、投げ方教えてくれよ。そしたら俺、使ってみるからさ。でも、使うにしてもな。長男野球ぐらいだもんな。せいか、お前の実力からしたらな、ノーヒットノーラン、大したことねえよ。お前あれだろ、来年でも、大リーグ行くんだろ。そういう選手だから全然問題ねえよ。千賀って名前はずっとこれから言われていくんだよ。ずっとプロ野球の歴史の中に残るんだ、お前。すごいな。名前が残って、こう、場合によっては、こう、博物館の中に出ちゃうかもしれないよ。すごいよ。尊敬しちゃう、俺。すげえやつだな。本当に。俺に頼むぞ。本当に教えてくれよな。待ってからな。俺もうまくかな。そのけど、ちょっと来た時に寄ってくれよ。時間かけさせないからさ。どういう段階だろう。教えてくれ。頼むよ。ありがとうございました。